かがでしょう。遠い中東はアラブのことわざに人が幸福になるための5つの方法ということわざがございます。それはさておきさておく本日はあの同じかもしれないです。素敵な賞をいただきましてありがとうございます。そうですね、まあ、最初はラブラブでやっぱり結婚したばっかりのことはラブラブでいけますけど、それがどんどんステージが変わってきますから、ね、そのうちだんだんこう子供中心になってきたり、趣味を介して、まあ、うちの夫婦の場合は今犬を介してしかあの会話をしてないということないです、まあ、私があの女優さんとかではないので普通の人なので初めてですか、ご夫婦でこうやって登場するっていうのは。そう、結婚式以来。結婚式以来。結婚式以来。そうなんです、ね。31年ぶり。はい、あすごい。かな。だと思います。あ、そうですか。いかがです。改めてこうご夫婦で出てくる。奥様はあんまり出ない方ってね、もちろん。はい。出るじゃないですけど。なんでかわかんないですけど、女房と一緒にいると僕無口になるんですよ。なんでかわかんないですか。理由がわかんない。理由がわかんないですか。確かに。31年間夫婦をやってまして、ありがたいことに女性関係とか不倫とか多分そういうことで皆様をにぎわしたことはうちの主人は一回もないんですよ。で、あのそれが運が良かっただけなのかもしれないんですけど、運が良かっただけなのかもしれないんですが、でもあのモテないのか。モテないことはないと思うんですけど。いや、もう全然モテないですよ。全くなかったんですか。あるわけないじゃないですか。そんなうまく逃げてたの。仮にあったとしてもこんなの言えるか、お前。おかしい。